の時間です。さて始まりましたキャッチ選手権。では本日参加します選手の方をご紹介いたします。まず最年長もこもこのふうたくん、さあキャッチできるでしょうか。お次に続きますは新生黄金に輝くみかんボーイ、みかん選手、さあどうでしょうか。最後に輝きますのは期待のエースライトくんです。こちらの選手は実績がございます。さあ誰がキャッチするでしょうか。ではまず1番手風太くんいきます。まだおやつ落ちてません。またいきますよ。キャッチいくよ。せーの、そうですね、今のはディフェンスってやつですね。フローとした意欲は感じた。そう、フータクはディフェンスです。さあ次に続きますは黄金のみかんボーイいきますよ。みかんボーイお座りいきますよ。ここにおやつがありますからね。いいですか、これを見てキャッチしてくださいよ。いいですか、せーの、ほい。今のは事故でしょうかね。みかんボーイじゃもう一回いきますよ。いきますよ、いきなさいよ。よだれがすごい、スタート、首はーパタッ。みかんボーイいきますよ、いくよ、せーの、おー2回目にして成功です。では続きましてはライトくんいきます。ライシッ、いきますよ、せーの、さすがレジェンド。ふうたくんもう一回やる。ふうた、みんなキャッチしたから、ふうたくんも頑張る、頑張ろっか。ふうた、はい、やる気まんま、いきますよ。ただ低い距離からいこうね。やっぱね身長差があるから、やっぱりいきよ、はい、つきよ、いきよ、せーの、なにま、どうでしょう審査委員長。芸術点を上げたいところですね。そうですね、ドローとした意欲は感じられました。ライト君は試合放棄。こちらは何でしょうか。ライト君 YouTube ダメなんですよ、そういうの。ライト君、ライ君、ライ君、ライ君 YouTube それバン食らうから。アダルトコンテンツです、それ。いいですか、なんかそういうオス的なところは見せなくていい。ライトくん、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 ライトの、あーそう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 、ということで、本日のキャッチ選手権、果たして誰が優勝したでしょうか。審査委員長、審査お願いします。引き分け、引き分けだって。引き分け、あと勝てるのはですね、ライト選手が圧倒的なんですけど、スポーツマンシップに反する行為があったということです。あ、そういうことですか。失格になりました。なるほど、ということです。では本日の勝負引き分け。今日みたいなキャッチ選手権また見たいなと思った方はチャンネル登録と高評価、コメントもお願いします。インスタグラムも更新してますのでフォローをお願いいたします。またね、バイバーイ。ライちゃん、ライちゃん、じゃそういうのダメですよ。アダルトコンテンツなんでいいですか、いいですか、バイバイって、バイバイって。